2016年1月ドラマ、木曜日夜10時、フジテレビ系列、木曜劇場、直美とかな子。誰にでも起こりうる日常を舞台に、圧倒的なスピード感とスケール感で、前代未聞の犯罪を遂行するヒロインたちを描き、読む者の心を引きつける傑作犯罪サスペンス小説が初の映像化。公式サイトのプロローグによると、原作は邪魔で大藪春彦賞、空中ブランコで直木賞、家日和で柴田錬三郎賞、オリンピックの身代金で吉川英治文学賞と数々の受賞歴を誇り、コミカルな人情ものから人間ドラマ、サスペンスまで色とりどりの作品を生み続けるベストセラー作家奥田秀夫の最新長編小説。本作は大学時代からの親友である小田直美と服部かな子がタッグを組み、 DV 夫を排除すべく完全犯罪の殺害計画を立てることから物語が始まる。望まない職場で憂鬱な日々を送る OL の直美、夫のひどい暴力に耐える専業主婦のかな子、受け入れがたい現実に追い詰められた二人が下した究極の選択。いっそ二人で殺そうか、あんたの旦那。復讐か、サバイバルか、自己実現か。二人の女は運命を共にし、一蓮托生のバディとなって、一人の男を殺す計画を立てる。先の読めないドキドキの展開、幾重にも張り巡らされた伏線。カラッと胸のすく、痛快なエンターテインメント。前代未聞の殺人劇が幕を開ける。また、虐げられた日常から勇気を持って踏み出すヒロインたちの姿は、窮屈な現代を生きる女性たちから多大な共感を呼ぶに違いない。泥沼の日常を抜け出して人生を取り戻すため、自分の身を自分で守るため、女たちは立ち上がる。視聴者はおそらく犯罪者であるにもかかわらず、ヒロインたちに感情移入し、クライマックスには絶対に捕まらないで逃げ延びてと叫ばずにいられない展開が待っている。私たちは絶対に捕まらない、直美とかな子の祈りにも似た戦いに、視聴者誰もが共犯者となってしまうはず。ほう、そしてね、気になるキャスティング、まずは美術館のキュレーターになるという夢を持ちながら、望まない職場である百貨店の外商部で雑用に追われる勝ち気なキャリアウーマンの主人公小田直美を演じるのは、2014年の NHK 聖女以来1年3ヶ月ぶりの連ドラ主演となる広末涼子で、一方ね、直美の同級生で気が優しく控えめな性格のせいもあって、夫の暴力に苦しむも戦うことも逃げることもできずにいる服部かな子に扮するのは、昨年2015年10月クールの日テレ偽装の夫婦に続く連チャンで、この1月クールは NHKBS プレミアムの歯ブラシ女友達での主演と掛け持ちとなる内田有紀。ほう。で、それからそんな女二人を取り巻く登場人物とキャスティング。まずかな子の義理の姉で弟にあたるかな子の夫を殺した直美たちを追い詰めていくことになる服部陽子に、吉田陽、大手不動産会社で企画開発を担当、頭脳明晰で正義感が強く、自分の人生は自分で切り開いてきたという自信に満ち溢れ、それゆえ自分にも他人にも厳しいところがある女性、弟の失踪に疑問を持ち、直美とかな子に真っ向から対峙することになる。続いてかな子の夫で陽子の弟であるエリート銀行員服部達郎に佐藤龍太、外面は異常にいいのに、ひょんなことで表現してしまい、かな子に暴力を振るい続ける DV 夫。で、ちなみに佐藤龍太は一人二役で、達郎に瓜二つの中国人密航者、林隆基も演じる。おう。で、それから、直美とかな子に多大な影響を与えてゆく中国人、李明美には高畑敦子、中国食品輸入会社の女社長、自分の人生を守るための嘘や策略は全て正当防衛だと考える。それゆえ、直美が勤める百貨店の顧客用販売会で高級腕時計を堂々と盗み、問い詰められても平気で居直る。
で、その他には、宮川一郎太、山地和弘、犬飼敦弘も出演。ほう。ということで、とにもかくにも、直美とかな子、楽しみにしたいと思いますね。はい。